マルティング・スタッフ・ノッテボームは、ドイツのピアニスト、教育者、音楽編集者、作曲家。キャリアの大半を、ウィーンで送り、とりわけ、ベートーベン研究によってその名を知られている。ノッテボームは、リューデンシャイトに生まれた。ライプツヒで学んだ折には、メンデルスゾーンやシューマンと面識を得て、その後1846年に、ウィーンに今日構えた。 1862年に出会ったブラームスとは、生涯の友人となる。ブラームスは、臨重の床にあるノッテボームを介護し、彼の葬儀の手はずを整えたのであった。ノッテボームは今日、ベートーベン研究と呼ばれる分野の草分けとなる研究者であった。彼は、ベートーベンの遺品を創作し、ベートーベン作品の重要な主題別目録を作成した。しかし、 おそらく彼の最大の功績はベートーベンが着想を記し、作品へと整えていった複数のスケッチブックに関する一連の論考、論評であろう。こうした、ノッテボームの著作物の最後のものは、弟子のオイゼビウス・マンディチェフスキが編集により1887年に遺作として出版されている。後世のベートーベン学者であるジョゼフ・カーマンは、 ベートーベンのスケッチに関して行われた研究について、ノッテボームを次のような表現で表している。彼はいくつか間違いを犯してはいるが、難しい題材を同僚を扱った場合、多くの音楽学者がこのように高い水準の正確性と客観性、及び妥当性に関する鋭い感性を維持し続けられるかどうかは疑問である。ノッテボームの研究対象はベートーベンだけにはとどまらなかった。 彼は、シューベルトの主題別目録の出版も行い、バロックやバロック前の声楽、気楽作品も熱心に収集した。ブラームスは、ノッテボームのコレクションの一部を引き継ぎ、彼自身のライブラリーと合わせて、遺言により、ウィーン楽友協会へと寄贈している。作曲家としてのノッテボームは、主として、室内楽曲、ピアノ曲に作品を残した。 バッハのサラバンドに基づくピアノ4点のための変奏曲は彼がブラームスと共にしばしば演奏した作品である。ブラームスは1876年8月20日にハインリヒーフォン・ヘルツォン・ゲンベルクに宛てた書簡においてノッテボームを当時の変奏曲形式の専門家の一人に数えている。1882年10月29日にグラーツにて没した注釈。 ありがとうございます。